どうだ。そんなにあの子が気にかかるかい。あの少年はお前よりキーブレードと新しい仲間を選んだというのに。別に気にしてるわけじゃない。ちょっとからかってやっただけだ。そうかい。まあいいけどね。心の中の闇に気をつけな。ハートレスの大好物だからね。俺は大丈夫だって言ってるだろ。リク、リク、なんでこんなことするんだよ。何やってるか分かってるのか。ソラ、お前こそ何をしてるんだ。あちこち飛んでっちゃ、そのキーブレードを得意げに振り回してるだけじゃないか。本当にカイリを助ける気があるのか。それは…うわせるか。やれるさ、リクと俺なら。Hey!
おい。はっ、どうだ。た、は、そりゃ。早く止まらないよ。そりゃ。た、は、えい、せや。早く止まらないよ。た、は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 、えや。早く止まらないよ。は、は、は、癒しを。早くここから出してよ。タン、ファ、ファ、ファ。早くここから出してよ。ファ、ファ。助けて。癒しを。ピノキオ、ピノキオ、お願いだ、ピノキオを返しておくれ。悪いけどそれはできないね。この人形にはまだ用があるんだ。人形じゃない、ピノキオはわしの息子だ。心のある人形なんてめったにないからな。心をなくしたものを復活させるのに役に立つかもしれない。それ、カイリのことを言ってるのか。お前にはもう関係ないことだろ。Thank you.
ピノキオをゼペットじいさんに返すんだ、リク。ハートレスに心を食われた人形、カイリを助ける鍵になるかもしれない。どうだソラ、一緒にカイリを助けよう。俺とお前ならやれるさ。戦うのか、俺と。心をなくした人形のために。ピノキオの心は残ってる、両親がね。両親？両親の声は小さいけど、でも俺にははっきり聞こえる。リク、それは良くないことだってな。それがお前の答えか。ピノキオ！ピノキオ！ジミニー、僕、もうダメだよ。あれ？ダメじゃないみたい。